レベルの圧力を国際社会が連携して北朝鮮に対する格段に厳しい制裁決議が迅速に全会一致で採択されたことを高く評価します。北朝鮮に対してこれまでにない高いレベルの圧力をかけ、そして北朝鮮の政策を変えさせることが大切です。そのために今回国際社会が連携し